Captain on bridge. そういえば、雨はもう嫌いじゃないの。むしろ髪を束ねた方が戦いやすいわ。今週の成果は予想以上。すみません、よかった。やっと話ができる人を見つけたわ。私たちがどこにいるか知ってる？ごめんなさい。同じ質問をしようと思ってました。ここがどこかわかりますか？ここは神様が与えてくれた避難所だよ。ここに来たということは、君が信心深いということ。君は成婚計画の試練を乗り越えたんだ。成婚計画？こんにちは。来ないで。知らない人と会話したくない。どうしよう。みんな私より困ってるみたい。もっと聞くべきかな。それとも。あ、白い服の綺麗なお姉さん。よかった。目が覚めたんだね。ぷ、あなたは。私はクー、クーか、クーちゃんでいいよ。私はゼーレ。クーちゃんは目覚める前の私を見かけたの？ここがどこだかわかる？ここはニューアトラ。私たちがキャンプをしてる場所だよ。キャンプ？この子は。ここに来る前に先生がそう教えてくれたの。先生が言うには、ここはお家を忘れさせるほど面白い場所で、私たちは40日間のキャンプを満喫すれば帰れるんだって。その先生という人がクーちゃんをここに連れてきたの？じゃあ先生は今どこにいるのかな？先生の居場所はわからない。
先生はいつも挨拶なしでどこかに行っちゃう人なの。でも、わかるんだ。先生は私たちのために行動してるんだって。だから、先生が私たちを騙した理由は、そこにあるのかもしれないね。私たち、ここにキャンプしに来たわけじゃないんだと思う。勝手にどこかへ行っちゃダメ。キャンプ地から離れちゃダメ。危険そうな人と話しちゃダメ。何かあったら、ハイヘビおじさんに即連絡。キャンプに参加したことはあまりないけど、本当のキャンプはこんな感じじゃないでしょ？みんながただの観光客なら嫌な気持ちになるはずないのに。それにここは月の上だもん。おとぎ話にしか出てこない場所だよ。月の上？うん、この建物を出たことはないけど、きっとここは月だよ。だって空に浮かんでいるのは地球だもん。ありえない。でもこの子の表情を見れば冗談を言ってるわけじゃないってわかる。私が眠ってる間に一体何があったの？ゼーレお姉ちゃん？ごめんね、ちょっと驚いちゃっただけだから。じゃあクーちゃんは私たちがどうやって月に来たかわかるかな？やっぱり先生は全部を教えてくれたわけじゃない。そうだよね。だって旅の仕方も変わってたし、競泳みたいな扉を抜けたら一瞬で全く知らない場所に着くなんて。その移動方法、海猿の目に似てる。どうしよう、この子は私よりちょっと多く知ってるけど、それだけみたい。急に知らない場所に来たら誰だって慌てるはず。多分この子の先生は優しい嘘をついただけだよね。心配しないで、クーちゃんの先生は間違ってないと思うよ。きっとこれは新しい月の旅なんだね。ゼーレお姉ちゃんは本当にそう思ってるの？もちろん、これも運命だから。私の言ってることが間違ってたとしても、クーちゃんは自分の先生を信じるべきだと思う。うん、そうだね。先生は世界一優しい人だもん。きっと理由もなく騙したりしないはず。あの二人のお姉さんも似たようなことを言ってたの。あの時は半信半疑だったけど、ゼーレお姉ちゃんがそう言うならきっと間違いないよ。二人のお姉さん？うん、金髪のお姉さんに黒髪のお姉さん。不思議な服を着てて、確かヴァルキリー装甲だったかな。クーちゃん、彼女たちは名前を教えてくれた？どこから来たとか他の情報はあるの？名前は
ごめんなさい、ゼーレお姉ちゃん。マークトがそばにいないと、よく思い出せないの。ヴァルキリーと名乗ったことだけは覚えてる。珍しい言葉だったから。慌てないで、クーちゃん。一気にたくさん質問した私がいけないの。でも、マークトって何？クーちゃんにとって大事なものみたいだけど。マークトは先生がプレゼントしてくれたロボットなの。私、記憶力があまり良くないから、多くのことはマークトが代わりに覚えてくれてるんだ。マークトがいなかったら、何があったかすぐに忘れちゃうから。今みたいに、何もできなくなるの。クーちゃんにとって、大事なものなんだね。このまま、ヴァルキリーに関する手がかりを調べに行ったら、記憶をなくしたクーちゃんは困るよね。そういえば、さっき掲示板みたいなものを見かけた気がする。ここにいた人たちがお互いの悩みを解決するために作ったものなのかな。クーちゃんの悩みをそれに書いたら、誰かがマークトを探してくれるかもしれない。Thank you.
それで誰かが依頼を引き受けて、クーちゃんの代わりにマークタを探してきてくれるかもしれないね。それまでクーちゃんはここで待ってて。ありがとう、ゼーレお姉ちゃん。ごめんね。本来ならクーちゃんと一緒にロボットを探すべきなんだけど、今は急いで確認しなくちゃいけないことがあるから、集中して探せないかもしれないの。急いでるんだね。ゼーレお姉ちゃんも外を探索しに行くの？その必要があるならそうするよ。でも、待って。うん、あの二人のヴァルキリーのお姉さんもここからすぐに出て行ったんだ。帰る方法を探しに行くって言ってた。一緒に行きたかったけど、ここにいるようにって先生に言われたから。それに巣にいる他の子の世話もしないといけないし。ゼーレお姉ちゃん、外は本当に危険なのかな？どうしても行かなきゃいけないの？クーちゃんが話してたヴァルキリーたちがもう出かけてしまったのなら、紛れもなく今の最優先事項はその人たちを見つけること。大丈夫、お姉さんたちを探しに行くだけだからすぐに戻ってくるよ。私もヴァルキリーだから仲間の行方を確認しなくちゃいけないの。クーちゃんはここにいてね。今はマークとのサポートがないから不便でしょ。それに先生の帰りを待たなくちゃね。ヴァルキリー、これが先生が話してた危険を恐れず他人のために強くなれっていう状況なのかな。じゃあゼーレお姉ちゃんが早く仲間を見つけられるように私祈ってるね。ありがとう、クーちゃん。じゃあまた。うん、また。館長、ゼーレをどこに連れて行く気ですか？これらのこと、そのすべては一体何を意味するの？やっぱり敵がいるんだね。漁師の影、どうして？
しい。この怪物たち、私が漁師の海で遭遇した敵とそっくり。でも、いろいろな面から考えて、ここは月のはずなのに。もし、ブローニャお姉ちゃんもここにいたら、きっとすぐに隠された真相に気づけるはずだよね。ブローニャお姉ちゃん、今、どこにいるの？ううん。そんなことを考えてても、今は何の役にも立たない。クーちゃんが話してた二人のバルキリーって、一体誰なんだろう。金髪に黒髪、不思議な服。まさか。ここじゃないみたい。もう一度確認してみなきゃ。この怪物たち、もう動かなくなってるの？これは、戦った人が残した痕跡だよね。目は霊兵器に壊されたような感じだけど、こんなに多くの残骸、きっと偶然なんかじゃない。誰かがここで戦ったんだ。けど、こんなところで会うなんて
思いがけない出来事も起こるものだね。お久しぶりです、ゼーレさん。デュランダルさん、それからリさん。びっくりするよね。列車に乗って旅に出たと思ったら、まさかこの交換球に着くなんて。挨拶はここまでにしましょう。こんな風に上から話しかけるなんて、いささか傲慢すぎる気がします。まずはここから降りましょうか。あ、そうだね、確かに。でもやっと仲間と出会えたんだから喜んで当然でしょ。まあいいや、すぐに降りるよ。こんにちは、リさん。ちょっと、そんな距離のある呼び方はやめてよ。あんたより少し年上なだけだし、お姉さんはどうかな。え、はい、首相お姉さん。冗談のつもりだったんだけど。よく考えたら、目覚めてからまだそう経っていないし、この時代に対する理解も子供程度なんだよね。お姉さんと呼ばれる資格なんてないかも。やっぱりデュランダルと同じような呼び方か、呼び捨てで師匠でも構わないよ。その方が簡単で分かりやすいし。はい。でも二人はどうやって月に来たんですか？私は目覚めたらニューアトラという場所にいたんですけど。私も似たような感じかな。予約した部屋の扉を開けた途端、このわけのわからないところに飛ばされたんだ。まるでその、そう、 SF 小説みたいにね。最初は宿や、あ、違う、ホテルの特別サービスかと思ったよ。デュランダルと会わなかったら、ここで笑い者になってたかもしれないね。私もゼーレさんと同じように漁師の海に出入りしたことがありますが、今回の体験はとても異質で、天命のものとは全く違う技術でした。しかし、数少ない良い知らせもあります。少なくとも私と聖剣の力を共有しているリタは無事のようです。のようというのは？ええ、今のところリタや地球にいる他の人と連絡が取れていませんから、今は聖剣を通して彼女の無事を確認することしかできません。私みたいな状況ってことだよね。はあ、とにかく悪夢みたいだよ。あ、悪夢といえば、ここで目覚める前に夢を見たんです。ケビン、その人ってヨルムンガンドの首領だよね。きっと偶然なんかじゃないよ。ええ、おそらくゼーレさんが見たのは夢や予知ではなく、空間転送の過程で潜在意識に投影されてしまった現実の情報なのかもしれません。夢の中の彼はここと似ている場所にいました。つまり彼もこの近くにいるんでしょうか？
もし彼を見つけられたら。ケビンに直接会って問いただすつもりなの？さすがに無茶だって言いたいけど、別にいいよ。そもそもその考え自体不可能ってわけじゃないし。え？先ほどまで手分けしてこの近くを探索してたんです。気づいていると思いますが、おそらくクーさんの先生とおじさんはヨルムンガンドの人間でしょう。だけど残念なことに、変わった石とわけのわからない断橋の他にはヨルムンガンドの鱗一片すら見かけなかったんだ。山の向こうへとつながってる道も変わった力で妨げられてて、そもそも道がないと言うべきだね。剣に乗って飛ぼうとしてもダメだった。もし本当に真空に飛び立ってしまったら、もっと厄介なことになりますよ。師匠さんの実力ならすぐに何かがあるわけではないのでしょうが、声が聞こえないのはやはり不便です。あ、そういうことなんだね。そういえばネットの番組で見たことがあるよ。普通月には空気がないってね。はあ、とにかくここ半日はゼーレと合流したこと以外何の収穫もなかったんだ。もしかしたら収穫がないこと自体が一つの収穫なのかもしれませんね。少なくとも現状ヨルムンガンドには十分な余裕があるようです。誰がニューアトラにいようとその自由を制限するつもりはないみたいですから。それはつまりこの現状を実現させたヨルムンガンドの何かには特別な力と万全の準備があることを意味します。それならたとえ証言がバラバラでも信憑性が増してきます。私たちの今の状況は確実に成婚計画と直接的な関係があるのでしょう。確かヘビは開演の目にいた時から成婚計画を実現させると言ってた気がします。ええ、ゼーレさんもなんとなく把握していますよね。でもそれじゃあ少し変だと思わない？羅刹人から聞いたんだけど、私みたいないわゆる成婚覚醒者以外の普通の人を淘汰するのが成婚計画なんだよね。私たちが避難所で出会った人たちがそうだったとしても、地球はどうなの？デュランダルだってリタに異常はないって言ってたでしょ。確か彼女はそういう普通の人なんだよね。ええ、部外者としての目線でしか語れませんが、おそらく成婚計画には私たちが以前聞いたものとは違う真の姿があるのでしょう。何せヨルムンガンドがまた新たに別の秘密の計画を考えたとは思えませんから、それこそおとぎ話です。確かに理屈は合ってるんだけど、今はどうすればいいの？何をしても手がかりは見つかりそうにないですね。今の状況を犯罪の調査に当てはめて考えれば、経験に基づいたやり方がいくつかありますが。犯罪の調査？ああ、探偵映画の考え方だよね。あの、ホームズとか？
そう理解してもらって構いません。なるほどね。探偵の現場調査は一度だけじゃない。何度も調査するからこそ手がかりを見つけられるし、すれ違った人や物と出会える。よし、それで決まりだね。早速行動しよう。え、ゼーレさんはどうですか？もちろん大丈夫です。でもフーちゃんのことも気になります。調査の合間でいいので戻って様子を見てみましょう。ええ、そうしましょう。あ、じゃあ出発出発。変わった石のことを話したよね。それはこの先にあるんだ。この巨石たち、天然のものには見えませんね。私もそう思う。遠い昔に作られたもので、何らかの機能がある気がする。でも、大きく破損していますね。残念ですが、本来の姿に戻すのは難しいでしょう。仕方ない。ちょっと目を離した隙にまた近くに集まってきたんだね。これらの石に一体何の魅力があるのかな。
この石たちに残ってる力、やっぱり崩壊エネルギーでした。そうだね。数万年前のものに見えるのに、これほどのエネルギーが残ってるとは。当時ここで戦ってた人たちはどんな化け物だったんだろう。ほら、また似たようなものがある。一体何のために存在し、どうしてこんな風にボロボロになったんでしょう。生涯に隠された謎を解くことができたら、あんたたちは成婚計画の本質に気づけるかもしれないな。頑張れ。あんたたちには期待してる。え？ここに他の探索者がいるなんてね。はじめまして。あんたも訳がわからないまま月に来る羽目になったの？彼女に近づかないように。おそらく彼女は私たちがここに送られた件に何らかの形で関わっていると思います。ジャッカルことクリオ・ヒパティア博士。仮面を外したのにすぐに気づかれ、本名まで口にされるとは。どうやら私も有名になったようだな。ヴァルキリー、ビアンカ・アタジナ。それはお互い様です。回りくどい話し方はやめましょう。ヨルムンガンドの上級幹部。私たちに話しかけて一体何がしたいんですか？あんたがあのヨルムンガンドの中心メンバーだったの？中心は違うな。私はすでに引退している。天命のヴァルキリー、あんたたちを敵に回すつもりはない。だから武器をしまってくれ。今までヨルムンガンドがしてきたことを考えると、友好的な態度を取られても信用できません。それもそうだ。じゃあ投降はどうだろう。実を言うと、天命のヴァルキリーと接近戦をするような実力は私にはない。特に今は私の研究成果の大半が地球に残されている状態でな。一人であんたたち三人の相手をするのはあまり現実的ではない。だが私からすれば、我々の関係性は別にそこまで悪化していないと思うのだが。もうすでに狩りの季節は終わっている。狩人も獲物も自然に帰るべきだ。今あなたが話したことも成婚計画と関係があるんですか？もちろんだ。聞いていないのか。空にある地球を見てみるといい。成婚計画はすでに成就した。異様な地球の姿は実数と虚数の空間の配列が変えられたことを証明している。5万年間の歯車はようやく噛み合い、人類を呪った古い秩序は徹底的に潰された。あとは新たな秩序の降臨を待つだけだ。いいだろう。選ばれし者として私たちはそれを見届けられるんだ。最高に幸運だと、そう思わないか？
選ばれし者、つまり聖魂の覚醒者ですね。当然だ。ニューアトラ、ムーから受け継いだこの名前をあんたたちはどう思う？私たちはこの人為的に作られた基地で一時的に混乱し、その後崩壊が二度と存在しない新たな地球に帰ることができる。希望に満ちた未来だと思わないか？でも選ばれなかった人たちは、彼らは当然いるべき場所に残る。ウサギのやつめ、本当に余計なことをしてくれたな。ウサギ？ああ、厳密に言うとデュランダル、彼女はあんたとつながりがあるんだ。だが今はあんたたちが気にしていることを話そう。心配は無用だ。聖魂計画によって聖魂が目覚めなかった普通の人間が苦しむことはない。彼らはただ夢を、あらゆる欲望が満たされた夢を見るだけだ。そしてその過程で彼らは聖魂として虚数空間に沈み、新世界を構築する土台となる。私の目標と真逆だろう。待って、聖魂としてどういう意味ですか？そのままの意味さ。彼らは実体を失い虚無となり、地球と崩壊が共存する世界の礎になるんだ。その永遠に続く夢の中で彼らは崩壊と死のない世界を手に入れる。その世界が本当に存在するかどうか、彼らの真実の思想かどうかについては、多くの人にとってはさほど重要ではないだろう。あの平凡なポンコツたちの心配をする必要はない。彼らは地球に寄生したアリのようなものだ。情けをかけられただけでこの上ない幸福だろう。でもありえませんよね。人類がどうやって聖魂になるんですか？正直に言うと私にもわからない。え？ここまで説明したんだ。残りの部分だって隠す必要はないだろう。あんたたちは私を最も積極的に聖魂計画を推進していたものだと思っているかもしれないが、結果から言えばそうでもない。孫子が保存していた全文明の技術成果のおかげで聖魂計画が実現し、また蛇のためにドリームキャッチするウサギという二重存在も生まれた。二重存在？それってウサギは最初から？ああ、彼女は最初から聖魂であり人類でもある。嘘みたいな話だろ。私はヨルムンガンドの首席科学者を自負してきたが、5万年前に比べれば私が手にした成果は立つことを覚えたばかりの子供のようなものに過ぎない。実用的ではない、オリジナルでもない。組織にとって私の研究はあんたたちの注意を引き、我々を甘く見てもらうためのものだったのだろうな。
飛行が終わった後、私は孫子と共にさらなる計画を遂行することもなく、そのままニューアトラに飛ばされた。おそらく孫子にとって最後の役目を全うした私は引退すべき存在なのだろうな。さらなる計画、ケビンは今どこにいるんです？誰も来ず、誰にも邪魔されない空間に決まっているだろう。それがどこかについては、孫子の考えは私たちが勝手に憶測できるようなものではない。あんた、もういいでしょう。オットー主教が言っていました。この人はこういう人間なのだと。ああ、その表現はいいな。かつての盟友として、私は自分の知っていることを全て話した。あんたたちが信じるかどうか、何をするかについては、名前だけの組織にとってさほど重要ではないだろう。名前だけ？それってケビンはもうあなたたちを必要としていないということですか？あんたたち、まだ何か企んでる気がするよ。孫子の考えは私たちが勝手に憶測できるようなものではない。そうだな、こう話そうか。孫子が私たちを必要としていたわけではなく、私たちが孫子を必要としていたんだ。今までずっと。だからあんたたちに教えた話は、ヨルムンガンドが消える前に送りたかった最後のプレゼントだ。この時代の最強の人類であるあんたたちは、成就した成婚計画を乗り越えられるか、その答えを知りたい。それが私たちの努力に対する評価になるから。つまり、あなたは私たちをその計画の安定性を検証する道具だと思ってるんですか？小娘、そこまで悪く思わないでくれ。私のヒントがなくても、あんたたちは前庭器官を失った動物のようにがむしゃらに孫子の居場所を探すだろう。たとえ現状を変えられなくても。確かに私たちは全力を出したケビンには勝てないかもしれません。ですがそれは今の私たちがまだ3人だけだからです。崩壊を消滅させることは人類を滅ぼしていい理由にはなりません。真相をすべて把握するまで、私たちはあなたの孫子の敵になります。ああ、あんたはそういう性格だったんだな、デュランダル。道理であのオットーもあんたを気にかけていたわけだ。とにかく今の私たちは理念の違いのために必死に戦うような状態ではないはずだ。孫子の絶対的な力の前では、意見は所詮意見でしかない。だが今のうちにもう一つ教えてやろう。数年前、孫子がまだ帰還されていなかった頃、あるハイヘビが私に変わった言葉を口にしたのだ。私たちはヘビではない、生まれてくる時代を間違え飛んで火に行ったガでしかないのだ。今日思い出してみたんだが、ふとその言葉に別の意味が込められていたんじゃないかと気づいたんだ。あんたたちはどう思う？どういうこと？彼女、私たちをバカにしたの？どちらかというと
この場所にある固有現象になります。彼女は時間を見て私たちを利用して抜け出しただけ。お願い、もう一人の私。仕方ない。ついてないの？まさかあのケビンがヨルムンガンドの幹部を辞めさせるなんてね。成婚計画に対してそんなに自信があるの？避難所を出てから私たちの探索もスムーズでした。そう考えると彼の態度は確かに一貫しています。でもそうなると、もしあのジャッカルって人が嘘をついてない場合、ヨルムンガンド、もしくはケビンが成婚計画を止める人を待ってるとしたら、彼らの目的は一体何なのでしょう？いい質問ですね、ゼーレさん。ですが、今その答えを考えるのは早すぎると思います。今は私たちのいるこの場所の調査を優先しましょう。うん。こういうことわざもあるしね。千里の道も一歩からって。
やっと着いた。ほら見える？ここがわけのわからない断橋だよ。橋の輪郭のようなものはあるのに、中は空っぽなの。それにこうして石を投げても、本当はデュランダルが気づいてくれたんだ。私が剣に乗って近づいてたら大変なことになってたかもしれない。ゲニウスのおかげです。空間の歪みを感知する機器がなければ異常に気づけませんから。待って、このメモリは。え？なになに？まさか新しい発見があったの？そのようです。少し待っててください。本当にそうだったとは。ゼーレさん、私の方に近づいてもらえませんか？こんな感じですか？ええ、できればもっと近くへ。はい、今なら完璧です。え、ちょっと待って、まだ真っ昼間だよ。何をするつもり？大丈夫、すぐに終わりますから。趣味消し起動。の進歩なの？こんな景色だったとはね。厳密に言うと、これは私の所有物ではありません。だからこそ団協とゼーレさんに同時に近づかないと皆さんをここに連れてこれませんでした。私と？この特殊な世界の泡の名は趣味消し。かつての全文明が第二の神の鍵のために作った観測中枢です。地球上では自由に出入り可能でしたが、月の空間構造のせいでそれができませんでした。簡単に言うと、月の空間は人為的に安定しすぎているんです。今成功させられたのは、団橋の空間異常とゼーレさん自身の固有波動が重なり合い、小さなエリア内の空間の不安定性が一時的に上昇し、趣味消しの展開条件を一部満たしたからです。しかし、なぜゼーレさんの固有波動で可能になったのかについては、かつて長い間漁師の海にいたからではと推測するしかありません。そんなに話してるけど、つまりゼーレを信号を増幅させるアンテナにしたんだね。いい例え方なのです。小さい頃に鉱石ラジオを作った時のことを思い出したなのです。今のってあんたじゃないよね、デュランダル。もちろん違うなのです。すみません、
あなたたちの会話を少し盗み聞きしてしまったなのです。私はエルヴィン・リアーナ・シュレーディンガー、漁師の海の次元旅行者なのです。ビアンカさんとリタさんの仲間で、アインシュタインたちとは腐れ縁なのです。漁師の海。はい、ゼーレさんと同じく実数の物質として存在するユニタリー性を失った身なのです。ただ私はそれがずっと回復していない状態なのですが。ところで、地球で何があったか分かりますか？ユルムンガンドの人が成婚計画を実行して地球上の空間を並べ替えたとか。もし漁師の海の内部から観測できるなら、もしかしたら。成婚計画？ビアンカさん、それはリタさんが教えてくれたあの成婚計画なのですか？どうやら完全に同じものではないようです。一方ではメカニズムは謎ですが、私たちのいるムーンベースニューアトラに成婚覚醒者が送られ続けています。もう一方でヨルムンガンド幹部ジャッカルの証言によると、地球上の一般人は夢により虚数空間の深部に沈み、人から成婚になりつつあるようです。もしジャッカルが嘘をついていないなら、それは成婚計画の実現方法が大きく変わったことを意味します。なるほど、それなら地球上の異常の説明がつくなのです。地球上？リタ、いいえ、皆さんは無事ですか？過度の心配は不要なのです。今の異変の程度なら、天命のヴァルキリーの行動能力を完全に封じることはないはずなのです。ですが、別の角度から考えれば、確かにこれは空前の危機なのです。空前の。世界で最も寂れた空港で働いているレーダー操作員を想像してみるなのです。もし目の前のモニターが光の点であふれたとしたら、彼は何を思うなのですか？世界の終わりだと思うかもしれないね。それがこれまでに私が感じたことなのです。でも、もうすぐそういう心配は一部消えるはずなのです。今回の現象を惑星レベルの繰り込みだと考えれば、私たちはリアルタイムで多くの不動点信号を検出できるはずなのです。特にその中で最も規模の大きい複数の不動点、その固有値は天命やネゲントロピー基地からの信号と似ているなのです。故に間接的な証拠なのですが。少なくとも今のところ、天命の浮遊島やネゲントロピーのソルトレイク基地は世界の異変による影響を過度に受けていないはずなのです。それが何らかの偶然でないのであれば、きっと私たちの友人が努力した結果なのです。ふむ、つまり今のところ博士が観測したデータによると、地球に異変が起こっていますが、少なくとも天命とネゲントロピーの本部はまだ稼働しているということですね。
その通りなのです。いい知らせだね。でも漁師の海から観測って一体どういうことなの？その質問に答える前に、あなたは天命のもう一人の S 級バルキリー、リースショーさんなのですね。あれ？私のことを知ってるの？リタさんからあなたに関する情報を聞いたなのです。ですが、先ほどの質問については、漁師の海の概念から話した方がいいなのです。その私が理解できるような話なら、まずあなたもご存知の通り、漁師の海は本物の海ではないなのです。どこの惑星にも属さず、水のような液体で構成されているわけでもないなのです。理解しやすいように話すと、それは虚数の気と対になる一種の礎石で、あらゆる世界を支えられる媒質なのです。例えば泡に満ちた浴槽があるとするなのです。誰かが入浴すると、その中にあるいくつかの泡がその人の影を映し出すなのです。その泡に保存されているのは現実世界の影ですから、私たちはそれを世界の泡と呼ぶなのです。世界の泡の大量はそれぞれ違うなのです。世界の泡が大きければ真実の世界に近づき、外の変化による影響を受けにくくなるなのです。逆に言うと、小さな世界の泡は現実世界の鏡だと思っても構わないなのです。実際に今あなたたちと通信している方法もそれに基づいているなのです。うわ、確かにちょっと難しいね。小さい頃手加減で遊んだことはありますよね。想像してみてください。もし壁にある影に一定の独立した動作能力があるとしたら、それは一般的な世界の泡の存在の仕方に近いと思います。世界の泡の大量が小さいほど影に対する手の支配が強い。逆の場合だと影は独立していて外部の影響を受けないこともあります。しかし影には結局光源が必要です。地球の世界の泡と月の世界の泡には直接的な関係があるとは考えにくい。それが今まで私たちが締め消しに来ることができず、シュレーディンガー博士が私たちに連絡できなかった理由でもあります。それに地球と月の空間状態が星根計画によって乱されているような状況ですから、私たち自身と漁師の海とのつながりもますます不安定になっています。やっぱり実際に体験したことがないといくら説明されてもよくわからないな。でも今の私たちにとって最も根本的な問題はやっぱりどうやって地球に戻るかってことだよね。いわゆる影というか異世界の話は、多分何らかの形で私たちを助けてくれるんでしょう。理論上はそうなのです。こうして通信が可能になりましたから。十分に丈夫な伝送路があれば、シュミケシはあなたたちを月から地球に送れるなのです。
ここは月なのです。月が支配している世界の泡は地球と何の関係もないなのです。世界の泡、漁師の海を頼らない場合、ビアンカさん、あなたは分かっているはずなのです。その場合、私たちはすぐに方向を見失い、月の周りの空間で何の意味もなくぐるぐる回るだけの存在になってしまうでしょう。ですのでシュレーディンガー博士、漁師の海の電気信号では博士と私たちの連絡通路しか作れない。それが今ある難題ですよね。そうなのです。ですが現状も別に悪い知らせばかりではないなのです。こちら側の信号探索結果を見ると、月の近くに地球の異変に関する一つの巨大な信号源の他に、複数の人間の活動による微弱な信号源も存在するなのです。そのうちの一つの信号はあまりにも不安定で、その源の判断ができないなのです。他のものはあなたの趣味消しと少し類似しているなのです。それらの世界の泡は月のものですが、人間の活動と関係があると思うなのです。漁師の海を通して地球に戻る方法があるなら、きっとそれが起点になるなのです。じゃあここまで話したけど、私たちは一体何をすればいいの？このまま月でぼーっとしてても何の意味もないよね。簡単なのです。一つずつ力任せに探索をすればいいなのです。具体的に言うと、まずはビアンカさんが信号記録員に、後ほど私はその微弱な信号源の座標を趣味消しに送るなのです。私は探索に参加できないのですか？あなたは3人の中で唯一趣味消しを操作できる人なので、後方にいる方が有利なのです。もし強敵に遭遇した場合、その時また出撃すればいいなのです。それなら探索は私に任せてください。リュランダルさん以外なら私は最も漁師の海に詳しいはずですから。同じことを考えたなのです。でも安全のためにビアンカさんのゲニウスを持ち歩くべきなのです。いざという時はいつでも趣味消しに戻れるからなのです。はい、覚えておきます。それならもう一個のゲニウスをスショウさんに貸しましょう。これで探索効率が倍になります。大丈夫なの？確か2個目のゲニウスは。大丈夫です。 S 級バルキリーとしてのスショウさんの実力を信じていますから。もちろんこれは私にとって大事なものです。だからこそ私とリタの代わりにきちんと保管してくださいね。当然だよ。必ず癖を全うして蝶に帰らん。語り部がよく口にするセリフを今日使うことになるとはね。では約束ですね。さて、怪しい世界の泡の座標を送るなのです。その前にビアンカさん、ゲニウスに保存した地球の座標を趣味消しに転写するなのです。今はまだ使用できないとはいえ、いつか役に立つかもしれないなのです。
これで準備万端ですね。シミケシは二人のゲニウスに軽音楽を流します。信号が不安定になったらすぐにゲニウスを使ってここに戻ってきてください。わかりました。できるだけ軽率な行動を避けますね。わかったよ。仰せのままにってね。ではこれからは待ち時間になりますね。その前にシュレーディンガー博士、二人の前では話せないことでもあるのですか？おや、ビアンカさんは12歳の頃よりずっと鋭くなったなのですね。先ほどの話だと、私がシミケシに残った方が良い理由は二つあります。一つは私がその操作を行えること、もう一つは強敵に備えるためです。しかし二人の実力から考えれば、私が支援に向かわなければならない敵に遭遇することはないと思います。それから私がシミケシの内部にいなくても、博士は状況をコントロールできるはずです。さすがに私たちが迷子になることはないでしょう。そうなのです。実を言うと、彼女たちのことをよく知らないからなのです。もし事実が彼女たちの士気を下げるのなら、話さない方がいいと思ったなのです。遠慮する必要はないと思いますが、話してみてください。まずいことですよね。月の周りにある漁師の海は地球のものとあまり変わらないように見えるけど、今回は私一人だけ。ブローニャお姉ちゃん、もう一人の私。違う、今は行動に移す時だよ。もう一人の私。頑張るわ。仕方ないわね。きっとできるはずだから。ゼーレさん、状況の報告をお願いします。はい。
り。今のところ役に立ちそうな発見はありませんが、大きな危険にも遭遇してません。わかりました。須匠さんの方も今のところ同じ状況です。それと趣味消しが観測した情報によると、ゼーレさんの現在位置から次の小型世界の泡に移動することができます。こちらでゲニウスの信号拡大機能を使い転送ポイントを作ります。その場で少し待機してください。よし、伝送路は安定しています。その先を探索してください、ゼーレさん。わかりました。結論はどうだった？放射性同位体の測量結果が他の未知の要素による影響を受けていなければ、この遺跡の建造年代はおよそ20万年前でしょう。本当に息苦しさを覚える結果ね。怖くなりましたか？もちろん。ただそれと同時に面白いとも思ったわ。面白いですか？ええ、とてもミステリアスな未知の現象だと思わない？それに運命が重いほど反抗する価値がある。そうでしょう。消えた。ゼーレさん、こちらでゼーレさんのエネルギーの波動を補足しましたが、何があったんですか？今多分世界の泡の残影を見た気がします。なるほど。実は須匠さんも世界の泡の中で3人の科学者とおぼしき人物が謎の言語で会話し、その後勝手に消えたと話してました。ゼーレさんはその言語がわかるんですね。はい、言われてみれば確かにそうですね。彼女たちはニューアトラの住人なんでしょうか？いいえ、それはまだわかりません。もしかしたら、もしかしたらあなたと世界の泡の間に強い同調能力があるから、それらの残影の思想を自動的に理解できるようになったのかもしれないなのです。え？そんなの本当にありえるんですか？あなたも私のように自身のユニタリー性を失ったことがあるなのです。だから世界から情報を補足する方法も普通の人間と少し違うのかもしれないなのです。残影というものはもともと世界の泡を構築する一部なのです。部外者の私たちと違い、その情報は世界の泡自身の空間構造に記録されているなのです。もしあなたに世界の泡を感じる力があるなら、あなたにとって言語の違いという障害は存在しないなのです。似たような理由から別の集団にとっても言語はその障害にはならないと思うなのですが、それについて話すと少し話題がずれるなのです。とにかく実際の状況がこうなのです。おそらく私たちは対策時にあるミスをしたと思うなのです。それってゼーレさんたちに別々に行動してもらったことでしょうか？はい、ゼーレさんの情報収集能力の方がより高いなら、須匠さんが単独行動する意味はあまりないなのです。確かに
それなら彼女に連絡してみましょう。そうだったの？分かった。ゼーレにもこっちに来てもらった方がいいね。私がこの世界の泡を離れたら、その中の物事は再び動き出して、私が体験した時の状況に戻る。ゼーレにもこの世界の泡の記録に触れてもらおうって、そういう意味なんだよね、シュレーディンガー博士。そうなのです。じゃあこうしよう。私が趣味消しに合わせて情報があると思われる小型世界の泡を素早く確認して、その後ゼーレが中に含まれてる情報を見る。ええ、私たちもそう考えています。そんな風に役割を分担した方が私たちの探索効率をより上げられると思います。うん、じゃあこれで決まりだね。私がいる区域までゼーレを案内してあげて。ゼーレさんも問題ないですよね？はい、私ももっと役に立ちたいと思っています。わかりました。ではゼーレさんが次に行く世界の泡の座標をこう設定し、そしてこう。できました。その先は須匠さんが発見した世界の泡です。記録されている内容の確認をお願いしますね、ゼーレさん。わかりました、行ってきます。避難所計画の進捗はどうなってるの？工事の設計プランなら、すでにメビウスが作った組織の内部審査をクリアしたよ。今ある唯一の難題は、経費かもしれない。え？審査部門はこのプロジェクトの経費に対して何か言っていたの？現有している深層コードを使って現地調達した方が予算を大幅に節約できるってさ。どの避難所も深さが20キロ以上あるからね。でも妥協するつもりはないんでしょ？もちろん。最悪の事態を考えると、私たちの避難所は他の建物とは無関係の方がいい。そうすることで初めて終焉を迎えても最大限生き残れるはずだから。つまり彼らを説得できる方法を思いついたから、わざわざ月までやってきた、そういうことよね？おや、さすがはメイ博士、私のことをよく理解してくれてるね。その通り。今回は月のボーリングコアを持ち帰るつもりなんだ。そうすれば彼らも私たちの測量結果がシステムの誤差だとは言えないでしょ。ついでに彼らに教えてあげて。私の計画書では避難所の存在そのものが火種計画の前提になってるってね。え、火種計画？やっと計画書が出来上がったの？本当はできていないの。その必要もないし。だけどそれは来たる新世代のために多くを用意することの妨げにはならないわ。そうすることで今のように
その時代の崩壊が抑えきれないものになってしまう可能性があるとしても？ええ、そうだとしてもね。一部の角度から考えれば、早めに崩壊と向き合った方がそれなりのメリットがあるもの。何があったとしても、あらかじめ律者を目覚めさせる術なんて彼らは持てないしね。もちろんよ。私たちのもう一つの計画が、その状況でもスムーズに実現できるなら。そうでしょ、17号。私ですか。なんとなく全文明の出来事のように感じます。避難所の話だったなのですね。イエローストーン基地は全文明の避難所を改築したものですし、ソルトレイク基地もそれを模倣したものなのです。つまりこの時代の人間がゼーレさんが話した会話を残したとは考えにくいなのです。待って、それじゃあニューアトラにあった遺跡も？火を追うかですね。そう、その名前前にも誰かが口にしてたんだ。月が支配する世界の泡の中には、火を追うがに関する多くの情報が保存されています。それはつまり。ん？どうかしたの？いいえ、何でもありません。まだ確証を得ていない考えですから。もしかしたら全文明の人たちは聖魂覚醒者が月に来ることを予測済みで、その上で聖魂計画を含めた全てが彼らの未来図の一つに過ぎないとしたら。何があっても今すべきことに変わりはありません。私たちは何としても地球に連絡する方法を見つけ、仲間の安否を確認しなければなりません。そうである以上、月の近くにある世界の泡は探索する価値があります。つまり失敗する可能性があるとしても、私たちは今最もすべきことをしている、そういうことですよね。はい。それに有益な情報も少し入手しました。ただあまりにもわずかで、まだ全貌が見えていないだけです。あちゃ、噂をすれば影が差すというのかな。あの喋る人影がまた現れたんだ。新しい座標を送るね。はい、受け取りました。ゲニウスが表示する座標はますます複雑になったようですが、これは正常な現象ですよね。はい、よく見てくださいなのです。これらの小型の世界の泡に対応するフラクタル次元が不安定なようなのです。何らかの外力の影響かもしれないなのです。聖魂計画のでしょうか。わからないなのです。とにかくさらなる判断をするのに必要な情報はまだ足りないなのです。だから次もお願いするなのです、ゼーレさん。はい、任せてください。ここは他の世界の泡よりずっとボロボロ、まるで崩れて何もなくなった空間みたい。
木に着いたね、17号。はい、月に到着しました。計画通りに行けば、私たちはここで終焉の律者に挑むことになります。ですが、事実に基づいて話すと、今回の私たちの行動に勝算があるとは思えません。そうだね。私もそう思う。みんな、そう思ってるだろうね。それは、私たちは、成し遂げなければならないことをするまでだよ。主義者ですね。そうかもしれないね。でも知ってる？今日彼女が担当するのは必ず犠牲になると言える仕事なんだ。必ず犠牲になる？そう、彼女は終焉の律者が目覚めた瞬間、自分のあらゆる幸運をかけてあの扉を開けないといけない。君がこれから侵入するあの扉をね。ですが、終焉の律者を休眠状態にしてから対応することはできませんか？私たちの攻撃なら一時的になら可能ですよね。そうだけど、終焉の律者の活動が止まったら扉を開けるチャンスも一緒に消えるんだ。だからそれを開けるのは誰であれ、融合戦士でも資料となる崩壊エネルギーを近くで受けなければならない。そう、君も見たでしょ。それでもパルドは少しもひるんでないの。きっと死が怖くないわけじゃないと思うんだ。彼女はただ私たちと同じように自分しかやり遂げることができない運命を背負ってるだけだよ。あなたたちの運命はこうなるはずではありませんでした。うん、私もそう思うよ。エリシアンがかつて私たちと一緒に撮影したあの映画のように、古武術が得意なフア、釣りと昼寝が好きなパルド、医者のスー、夜遅くまで働くサクラ、インドア派の私、冷たいコードを打つケビン、お菓子作りが上手なセンゴ、それから大学教授のメビウス、高校生のコズマ、有名な画家のグレーシュ、黄金の庭園の大家のエデン、夜勤看護師のアポニア、そしてフリーターだけどピンクの妖精さんという愛称でネットではかなり有名人のエリシア。それこそが私たちが得られるはずだった平凡で普通の運命。そうでしょ？でもケビンが言ったように、僕たちは知っている、この世界はもう救えないと。それでも僕たちはヒーローにならなければならない。つまり弱く無力で自分を卑下する存在でも自分のために生まれた意味を作りたくなるものでしょ？できるだけ
あなたたちの意味が無駄にならないようにします。ありがとう。でもできれば君にはそれを自分の意義だと思ってほしい。また消えちゃった。どうやら今のは過去の人たちが終焉の律者と対峙した時の記録みたい。早くみんなに教えないと。え？ここの信号は少し不安定だからもう少し待つことになるかも。誰？緊張しないでゼーレちゃん、敵意はないよ。たまたま空間信号が不安定な状況になったからこうして現れただけなの。あなたはこの世界の泡の人じゃないですよね。もちろん。だってこの世界の泡はこんなに小さくてボロボロでしょ。ここに残ったあらゆるものは外の人になんて反応しないよ。彼女たちはただの映像、それ以外の何でもないの。今敵意はないって言いましたね。じゃあ私たちを助けに来たんですか。それに関してははいって言いたいけど、残念ながら今の私はまだ何もできないの。私が手にした知識じゃあなたたちにとっては円錐かつを救わずかも。でもなんて言えばいいのかな、少なくとも空間信号が不安定な時にこうして現れて暗闇の中であなたたちの話し相手になることはできるよ。とはいえどうか私の名前は聞かないで。ほら人には言っちゃうといろいろ不都合な秘密があるから。わかりました。じゃあ別の質問をしてもいいですか。どうして私の名前を知ってるんですか。あなたに会ったことがあるからだよ。未来の漁師の海で、だけどね。あ、変わった表現を使っちゃった。私は時間結晶で生きる命だから、あなたとは過去と未来に関する認識が大きく違うかもしれない。でもそうなるとあなたにとっては未来も過去の一部になるんですか。そうでもないよ。空間結晶のように時間結晶も絶対的に対象というわけじゃない。私自身にとって未来は過去と運が共に織り出すものだから。ただ名前というものには十分な安定性があり、偶然の要素で変化したりしない。だからあなたの名前を呼べるんだよ、ゼーレ・フェレライちゃん。じゃああなたは何らかの形の未来人ってことですか。うん、そうとも言えるかな。そしてその理由もはっきりしてる。成婚計画だよ。すでに気づいてると思うけど、成婚計画のせいで地球の空間が歪み、強制的にあなたたちを月へと送った。工学的に言うとそんな大規模な空間階層にミスがないわけがないよね。その結果の一つとして私を誕生させた時間結晶が構築されたの。もともとマユが支配する世界ではそんな現象が発生する可能性はないんだけど、成婚計画によってあなたたちの世界は一時的に軌道から外れたから。その過程は終焉の律者が世界を破滅させることと同じ論理だけど、あの人たちにとってはむしろ終焉から世界を救う行為になってる。あの人たちってユルムンガンドのことですか。
もちろんだよ。あんなに大胆で無謀なことをする人は他にいないでしょ。そしてあなたたちの使命は彼らと終焉を止めることだよね。確かにそうだとは思いますが、正直に言うと私たちも石橋を叩いて渡ってるような感じです。その点においては心配ないと思うよ。だって本当にすごいことはいつも考えながら行動する中で実現するからね。戦略を練って遠くから勝利を得るなんて結局性的社会の一つの現象に過ぎないよ。現代においても通用するかは問題と分析次第だもん。でも考えてみればそうだよね。私がここに現れることができるなら、ある意味ではあなたたちを助けられると思う。あなたたちは今漁師の海を通して価値のある世界の泡を見つけようとしてる。それは間違ってないよね。はい、そういうことになります。なら時間結晶の中の存在である私はデコヒーレンスの過程をある程度逆転させて、あなたたちと最も関係のある世界の泡の位置を見つけ出せる。そうしたら私たちはその座標を通して地球に戻れるんですね。ううん、それはできないと思うよ。そこも月の付属空間、かつて何度も終焉に壊されたところだから。地球に戻る方法じゃなくて、あなたたちが見つけられるのはむしろ知っている相手かもしれないね。キアナ、早く起きてください。キアナ、私はどこにいるの？これから語られるのは規則の話です。しかしその前に一つ質問に答えてほしい。あなたは神の存在を信じていますか？あなたは神の存在をどう理解していますか？あの疎遠で奇怪な意志はあらゆるものを理解し支配している。しかしそれならなぜ誰もその姿を見たことがないのでしょう。今日私たちはその答えを見つけ出さなければなりません。キアナ、早く起きてください。キアナ、私はどこにいるの？今のはブローニャの声？ブローニャはなんで天命本部に来たのかな？私、夢でも見てるのかな？でもその前に
私は天命の訓練場に到着したばかりのはずだよね。勝手に寝ちゃって明晰夢まで見てるのかな。でも悪くないね。こういう不便さも久しぶりだと結構新鮮だから。そうだよね。自分から目覚めることができないなら周りを見てみよう。もしかしたら面白い記憶が出てくるかも。楽勝です。やっぱりブローニャの声だ。聞き間違いじゃなかったね。これから語られるのは規則の話。楽勝です。やっぱりブローニャの声だ。休むべき時に無理をし、そういえば雨はもう嫌いじゃないの。むしろ